マスターテープの持っている全ての情報をですね、できるだけフルに出していくということ、これをですね、徹底的に追求するということがですね、我々の使命じゃないかと。で、今回ですね、新たにエソテリックのマスタリングセンターを作ったというのは、全てのことをですね、少なくともエソテリック内で仕上げると。で、それがいかに大事かと。あるいはいい音を作るのにですね、最も最短距離なのかということをもう十数年やってきて感じたもんですから、こういう形を取ったわけです。いかにオーディオ機器を良くしていったも、肝心の音源がですね、良くないと決していい音にはならないわけで、そういう意味ではですね、これはやはりいい音で皆さんにね、音楽楽しんでもらうためには自ら CD をですね、作っていかなきゃいけないなと。でそういう中で SACD というメディアがですね、一番適しているということが感じられましたので、制作の仕事をやり続けてきたわけです。エソテリックの SACD を高音質化するということに特化してシステムを構築しました。今後はよりエソテリックらしさを表現した音作りを目指していきたいと思います。今まで、レコードメーカーが、メジャーレーベルがこの作品を出してますので、皆さんもすでにお持ちかもしれませんけれども、もしお持ちだったらぜひね、比較して聞いていただきたいんですよ。やはり同じ音源でもですね、これだけ違うんだと。皆さんが使ってるオーディオ機器が本当に生き生きとこう伸び伸びとね、再生っていうか音楽情報を伝えてくれるんだなっていうことをね、体験していただきたいんですね、私としては。